はい、オントロジー構築入門の第2回としまして各割が説明させていただきます。今回の説明はイミリンクの制約、イミリンクの代表的な種類、概念の特殊化、概念の定義の詳細と題しましての、順に説明させていただきます。まずイミリンクの制約なんですが、まず概念クラスの要素は概念ラベルといいまして、概念クラスを表す文字列、まあ、例の言いますように自転車だったり二輪車だったり、そういうものがあります。概念クラスの定義はイミリンクを制約することによって、定義することができます。まあ、例えば、二輪車の概念クラスは、車輪にハスパート2というイミリンクを、まあ、条件付けることによって、まあ、その二輪車がその車輪という条件を持つことができます。で、ここでそのイミリンクの根元の、まあ、二輪車にあたるものを、まあ、定義域、矢印の先、車輪を指すものを、まあ、地域、矢印の先のノード、まあ、車輪クラスを、まあ、地域のクラス制約、まあ、ハスパートの横にある、まあ、数字の2はそのイミリンクの、まあ、個数制約と呼びます。まあ、個数制約の表記の例は、まあ、一例なんですが、まあ、0以上の場合は、まあ、このように予期して、まあ、1以上も同様に、でもある数字だけの場合は、まあ、それと等しいで、2つの数字の間に、まあ、点々をつなぐことによって、まあ、その数から、まあ、その数までの間を用いるということになります。まあ、例えば0以上の場合は二輪車は車輪を持ち得るという意味になりますし、1以上の場合は二輪車は必ず車輪を一つは持つということを意味します。ここでイミリンクの代表的な種類を説明させていただきます。まずハスパートリンクなんですが、物が複数部分が構成していることを表しまして、まず自転車は、まあ、大きく分けるとハンドル、フレーム、車輪、ペダルに分けられて、まあ、この4つの部分から自転車は構成されているということを表すことができます。まあまあ、ハンドルはブレーキを2つも、まあ、サイドに持っているということで、まあ、このように、まあ、ハスパートをつなげることによって、まあ、自転車というものがどのような部品で構成されているかということを、まあ、ハスパートを使うことによってこのように表すことができます。まあ、ハスボートの、根元を全体概念といいまして、まあ、その反対に、まあ、リンクの先を部分概念といいます。次に属性リンクです。まあ、属性は物の物理量など物に強く、まあ、付随する性質を表しています。まあ、こちらはインスタンス、まあ、自転車インスタンスを表しているんですが、まあ、重さだったり色だったり、まあ、製造番号、まあ、車輪の数といったように、まあ、自転車、まあ、固有のもので、まあ、それぞれの性質を表しています。まあ、重さだったり色っていうのは、まあ、物理的な属性なんですが、まあ、製造番号はその自転車、まあ、固有、まあ、その個物に与えられる、まあ、外部から与えられる属性でして、また車輪の数はその自転車クラスというもの自体が、まあ、車輪を2つ持っている、ハスパートによって、まあ、2つ持っているという情報から、まあ、クラスの定義からもう車輪の数は2つだと確実にもう決められている、そのような、まあ、属性リンクというものもあります。まあ、次に関係リンクなんですが、まあ、概念と概念がどのような関係性にあるかということを表しておりまして、まあ、自転車と人間であれば、まあ、自転車は人間によって所有されるということを、まあ、こちらの図で表しています。まあ、自転車から見た人間は、まあ、所有者であり、まあ、人間から自転車を見ると、まあ、所有物なので、
まあ、それぞれの矢印の向きによって、まあ、呼び方が変わったりもします。まあ、下の図のように、まあ、自転車の場合、まあ、車輪を2つ持っていてハンドルを1つ持っている。で、ハンドルを動かすことによって、まあ、車輪を動かして、まあ、進む方向を決めるので、まあ、そのハンドルを傾けた分だけ、まあ、車輪が傾くということで、まあ、連動関係というものがあります。またサブクラスオブリンク、まあ、クラスが対応するし、が対応する集合間の部分集合までして、まあ、そのクラスと、こちらですと、まあ、自転車は、まあ、二輪車の一種であったり、まあ、二輪車は乗り物の一種であるというように、まあ、大きく含んでいるその中の要素として、まあ、乗り物の要素として、まあ、二輪車があったり、まあ、自動車があったりというふうに、まあ、その、まあ、大きい中で見たその、まあ、小さい括りで、まあ、それを、まあ、何々の一種であるというふうに表すことができます。まあ、インスタンスオブというものは集合に対応する概念クラスとその要素に対応する、まあ、インスタンスの関係で、まあ、前回も説明したように、まあ、概念クラスから生成される、まあ、個物、まあ、現実世界のものを、まあ、表すことができます。まあ、次に概念の特殊化なんですが、特殊化というものは、まあ、個物の持つべき性質の範囲をより狭くして、その条件を満たすインスタンスの集合を小さくするということでして、まあ、自転車は、まあ、二輪車のそれぞれの性質を持っているんですが、まあ、二輪車に、まあ、ペダルという性質を加えることによって、まあ、自転車というものができ、まあ、そのペダルを持つということが、まあ、自転車と、まあ、自動二輪車の共通している、まあ、二輪車というその属性があるんですが、まあ、ペダルがあるということで、まあ、二輪車の中でも、まあ、自転車ということに、まあ、インスタンスの集合を、まあ、小さくして、まあ、その自動二輪車はペダルを持っていないので、まあ、排除することができ、まあ、インスタンス、その結果としてインスタンスの集合を小さくすることができます。まあ、サブクラスオブの関係では、まあ、性質の継承が行われるため、まあ、スーパークラスの定義とその矛盾する定義を通過することはできません。と、まあ、矛盾、性質の継承が行われるというものは、まあ、こちらで言うと、まあ、自転車はカゴを持っている、まあ、ゼロ点々なので、まあ、カゴを持ちうるということなんですが、まあ、マウンテンバイクは、まあ、カゴを持っていない。で、シティサイクルというものは、まあ、カゴを一つ持っているということを表していますので、まあ、自転車の中で、まあ、カゴを持ち得るという情報から、まあ、シティサイクルは、まあ、1個しか持たないということを限定しているということが言え、まあ、これを、まあ、個数制約の特殊化と言います。まあ、ここでもし、自転車がそのカゴを、まあ、1点々で、まあ、必ず持つという条件で、まあ、マウンテンバイクは、まあ、カゴを持たないので、まあ、このように、まあ、マウンテンバイクのようにカゴを持たない場合もあるので、まあ、自転車のその、まあ、性質としては、まあ、カゴを絶対に持つということで、まあ、0点々にするべきであるということもここから言えます。まあ、クラス制約の特殊化といいまして、まあ、自転車、上位クラスの、クラス制約に指定されているクラスの下位クラスのみ、まあ、指定することができるということなので、まあ、自転車はハンドルというものを持っていて、まあ、そのハンドルの種類としては、まあ、フラット、まあ、横に伸びたハンドルがあり、またその一方で、まあ、この、まあ、曲がった上に
持つようなハンドルがある。そして、まあ、自転車の種類としては、まあ、シティサイクルとマウンテンバイクがあって、まあ、シティサイクルは、まあ、上に持つハンドルを一つ持っている、マウンテンバイクはフラットのものを持っているというふうに、まあ、自転車の、まあ、属性である、まあ、この2つのどちらかに必ず属するというふうに表します。で次にクラス定義とインスタンスについて説明します。まあ、概念クラスに書かれている、まあ、インスタンスに共通する性質は、まあ、インスタンスの集合に対して、まあ、必要条件である場合と必要十分条件である場合、この2つがあります。まあ、あるクラス C に対してその性質 D が与えられた時、まあ、必要条件の場合は、まあ、個物 I がクラス C のインスタンスであれば性質 D を必ず持つということが、まあ、必要条件が意味していることでありまして、まあ、必要十分条件は、まあ、この上の条件に加えて、まあ、個物が性質 D を持てば必ずクラス C のインスタンスであるということも表します。必要十分条件が成り立つと、まあ、インスタンスの、まあ、クラス所属性を判断することができます。ですが、まあ、完全な必要十分条件を記述することは困難でして、まあ、オントロジーにおける多くのクラス定義は必要条件で書かれています。そこで、まあ、内包的定義と外現定義がありまして、内包的定義は集合を定義する場合に、まあ、各要素の共通した部分、まあ、共通した性質を指定するやり方が内包的定義でして、外縁的定義は集合に所属する要素を全て列挙することで定義する方法です。オントロジーでは多くの概念クラスは、まあ、必要十分条件ではないんですが、まあ、内包的定義で定義されています。まあ、こちらが今回参考にした文献です。以上です。